皆さんこんばんこばは米国間マスター高尾島ことファンドガレージの大島です。 えー、さてにわかに慌ただしくなってきました。まあ、何がというとですね。アメリカの大統領選挙ですね、えー、5月下旬に訪ねたアメリカ本土ではの今年、本当に大統領選挙があるのかという風に思うほど、あの誰もが無関心な感じでした。けどもまあ、先月27日に行われた候補者討論会以降まあ、ようやくアメリカの世論が真剣に議論を始めたというふうに感じます。それでも、最初はバイデン大統領のあの年齢に伴う当選後の職務遂行能力に対する疑問というようなまあ、後ろ向きなものから始。まり ましたけども、先週末のトランプ元大統領に対する狙撃事件は、やはりもっとまともな議論が大切だという方向に国民の意識を向けさせたように思います。それはその狙撃事件の報道に使われた写真が、まあ、ある歴史を思い出させるものだったからなんですね。それがこれです。えー、ご存知の方も多いと思いますが、あのこれはジョージワシントンメモリアルパークウェイのアーリントンリッチ公園内にあるアメリカ海兵隊戦争記念碑の写真なんです。 えー、クリント・イースト・ウッド監督が作ったあの映画「父親たちの正常期を見てご存知の方も多いと思いますが硫黄島で日本軍と大変な激戦の後にスリバチ山頂上に正常期を掲揚した瞬間をモチーフに作られた銅像です。まあ、実際に私も実物を見たことがありますが、まあ、ある意味ではアメリカ人のメンタリティを示す一つの象徴的なものでもあります。 まあ、CNN などが流したあの写真、トランプ元大統領が血を流しながらも、えー、シークレットサービスに取り囲まれながら、拳を突き上げている写真、まあ、うまく後ろにあのアメリカの国旗ではある、星条旗も写っていることもあって、まあ、私は即座にこのシーンを思い出しました、まあ。中継映像を見ると、初めは悲鳴を交えた大混乱だったものが、トランプ元大統領の姿に呼応して、まあ、団結の声援に変わりました。 まあ一つの見方はこれがトランプ元大統領の選挙戦に有利に働いたという単純なものですけれどももう一つ重要なことは分断しているアメリカの国内の意識を団結に向けるかもしれないということです9・11同時テロ事件の後アメリカに広がったユナイテッド・ウィ・スタンズの声あの国は団結すると抜群の強さを発揮すると感じますまあそしてすでにバイデン大統領は団結を促す演説を行いました また重規制に対する考え方もこれがいい対立軸を生むんだろうというふうに思いますまあ、言うまでもなくトランプ元大統領は一貫して合衆国憲法の第二種政権ま重、あ、量を所有し持つ権利の強力な支持者でありますちなみにこの重規制問題日本国内で日本メディアが伝える印象はまあ、リアルなアメリカでのそれとは根本的に違うということもお伝えしておきます まあ、投資に対する自己責任の考え方が日米で全然違うように、まあ、自分の身は自分で守るという意識は日米で全く異なるものだからです。まあ、これで大統領選挙の動向から目が離せなくなったというふうに思います。共和党大会でトランプ元大統領が正式に共和党の候補者として、えー、指名されました。民主党は来月です。まあ、ここで一つ言えることは、この事件はアメリカ株投資にとっては悪い話には決してならないだろうなとこういうことです。 えー、株式市場でも2つの分断が起き始めているのは承知の通りです、まあ。要は強気派と弱気派の対立です。まあ、対立がなく誰もが強気の頃はあむしろ怖いのですけれども、まあ、先週は大型ハイテク株から小型株へのシフトということが話題になりましたそう、マグニフィセントセブンの銘柄が4%から5%下落する中で、まあ、対照的に、ね、ラッセル2000が4%近く上昇したということからです。 このチャートはのナスダックと S&P500、それにラッセル2000のパフォーマンス比較と、まあ、さらにあの FF レートと10年再利回りの推移を2020年初め、まあ、すなわちあのパンデミック前からの動きとして表しています。ナスダックが水色、SP500 が黒、ラッセル2000が紫色です。 階段上のラインが FF レート、そして黄色が10年再利回りです。まあ、先週末のラッセル2000の動きもしっかり確認することができます。えー、さて、このチャートを見て私には大型ハイテク株から小型株へのシフトがトレンドとして始まったとは、まあ、これまでの経緯からも考えることができません。理由をご説明します。まずドラマはパンデミックによって FRB が急遽ゼロ金利政策に舵を切ったところから始まります。パンデミックの最中、ステイアットホームやリモートワークの需要、 あるいはネット通販の利用拡大からアマゾンドットコムが高値をつけたり、ズームのようなビデオ会議システムの会社が脚光を浴びたり、あるいはミーム株と呼ばれる投機色の強い株の上昇があったり、えー、もちろんテスラのような電気自動車関連のもてはやしがあったりといろいろありましたけれども、2021年11月19日を高値に株価が下落に転じたのは、FRB がそれまでの金融緩和姿勢からインフレファイターとして、利上げと QT に舵を切ることが表明されたからです。 まあこれをもってスパックスなどを利用したいわゆるパンデミックバブルは終了となり2022年末にはナスダックが高値から約4割37%分の下落となりました今現在のマーケットはこのスライドのチャートが示すとおり利上げと金利上昇当然裏側では QT 金融引き締めが行われる中で始まっている流れとなりますではこの流れを支えているのは何かといえばそれが第4次産業革命と呼ばれる AI 革命にほかなりません2022年11月30日 オープン AI がチャット GPT を公開し、2023年1月にマイクロソフトがオープン AI に対する数十億ドルの投資を発表し、まあ、さらにマイクロソフトがその決算発表したのが2月初旬、ドラマを決定付けたのが2月下旬の NVIDIA の決算発表でした。まあ、その後の展開については説明は省きますけども、まさにその後は NVIDIA を中心とした生成 AI が話題の中心で、利上げや長期金利の上昇というアゲンストの中をナスダック、あるいは時価総額が大きいハイテク株の影響を受けやすくなった s、P B500 も高値を取りに行っているというのが現状ですまあ、ラッセル2000と言われてもなかなかピンとくる人は少ないかもしれませんえ私の個人的な感覚でも日本の個人投資家の方が意識するにはまややマニアックなものかなというふうに思いますまあ、内容はこのスライドにある通りでまあ、時価総額上位1000社を除いたその次のレイヤーの2000社で構成される株価指数ですすなわち小型株 ご参考までに時価総額などからですね、代表的な10銘柄を、それこそチャット GPT にピックアップしてもらったのが、下段の10銘柄なんですね。これ以外のものが加わって、残り2999銘柄を合わせて、2000銘柄の株価指数となります。では、元のスライドに戻ります。そのラッセル2000がこの通り、 え、ぴょこんと立ち上がって、一方で大型ハイテク株がストンストンと下落したので、高値警戒感が強い人たち、まあ、あるいは短期トレーダーの人たちの間などで大型ハイテク株から小型株へのローテーションの流れが始まったと騒がれたんですけども、まあ、定性的な感覚からしても、 NVIDIA、a p p l ア、m ップル、マイクロソフト、アマゾンなどをリグって、まあ、これらに乗り換えるというふうに思われますでしょうか。一、まあ、つ明確な事実は、ベンチマークがある資金の運用の場合、つまり基幹投資家ということになりますけれども、この2つの考え方を企業にスイングさせないとならない資金を私は知りません。あるとすれば、特殊な絶対リターン追求型のヘッジファンドだけだと思います。 一方で論理的なロジックで考えると、チャートの紫色のラインのラッセル2000、まあ、明らかに金利上昇、金融引き締めの流れの中でパフォーマンスが低迷しています。 まあなぜなら、キャッシュリッチなメガテックを含む大手企業、まあ、すなわち時価総額が大きな会社は、手元資金が潤沢にあるのに対して、少なくともラッセル2000に採用されるような会社は、メガテックほど潤沢ではありません。まあ、なので、あの9月に利下げがあるかもしれないという期待感から、まあ、小型株には自由の恵みになるのではという期待が可能なこと自体は事実ですけれども、大型ハイテック株から小型株への流れが始まったとするのは、かなり時期尚早かと思います。 ただ、明らかに個別企業に関するニュースフローがあの決算発表を控えて、まあ、季節的に減るのが当然なので、まあ、いろんな見立てが飛び交うのも致し方ないことだとは思います、まあ。強いて不安材料を挙げるとすれば、このチャートかもしれません。まあ、あのこれは SP500 と恐怖指数ごとビッグ指数の推移ですけれども、確かに恐怖指数ごと SP500 のインプライドボラティリティが、まあ、低い水準になっているのは確かです。 株価とインプライドボラティリティには負の相関関係があることは有名ですが、まあ、その点からすると、ヒヤッとする時が来る可能性自体は否定できず、まあ、心の準備をしておいてもいいかもしれません。でも、慌てる状況ではなく、おそらく、えー、この丸をつけた時などと同じだろうというふうに思います。すなわち、いいガス抜きになるという程度に、あるいはあ余裕のキャッシュポジションがあれば、ポジションを変えますぐらいのつもりで十分だと思います。えー、市場の中丁場の上昇には、時々必要な健全な下げだからです。 一方で先週あたりから、あの、カマビスシー議論になり始めた、ま、エヌビデオを筆頭す、るす半導体関連銘柄への考え方の対立。すなわち、まだまだ初期段階という見立てと、もう高値だという見立ての対立、えー。背景にあるのは、一つには前回の動画でご案内したような、まあ、AI の将来像に対する期待値、見立ての違いであり、えー、そしてもう一つは半導体関連銘柄というジッパー人柄への捉え方にあるように思います。 まあ20年ぐらい前なら、まあ、すなわちドットコンバブルの前後までは、まあ、10波人から上げてもよかったのかもしれませんけれども、まあ、今や半導体といっても多種多様な状況となりまして、まあ、そろそろそれを切り離してきちんと理解しておかないと、まあ、投資機会を逃すことになったり、逆に余計なリスクを背負い込んだりということになりかねないと思います。そこで今回はまず ARM、NVIDIA、AMD、Quarkum、そしてインテルのビジネスモデルの特徴と違いを見ていきたいと思います。 一般にこれらを AI 半導体銘柄と呼ぶことが多いようですが、まあ実は似ている面ももちろんありますけれども、基本的には全く違うものだと言っても過言ではないと思います。まあ中での一番ビジネスモデルが他と違うのは当然ながら ARM です。えー、なので最初に身近な4銘柄について整理したのがこちらのスライドになります。 といってもあの、これらの会社も実は似て非なるものであるんですけども、まず一番の相違点は、インテルは IDM、インテグレーテッドデバイスマニュファクチャーと呼ばれる、まあ、設計から製造、販売などを一貫して行う半導体企業なのに対して、まあ、それ以外はファブレス企業、まあ、つまり自社では製造は行わず、まあ、自社で設計した半導体を、まあ、TSMC とかサムソンといったファンドリーに委託して製造する半導体企業ということです。まあ、ただし、販売は4社とも自社で行います。 このインテルの IDM という製造を自社で行うというビジネスモデルは、まあ、従来はインテルの強みとなっていましたけれども、半導体の製造技術が微細加工やパッケージングの複雑化で、まあ、付加価値の源泉が移転した段階で TSMC のファンダリーを使う方が、まあ、有利な状況に変わったというふうに言えます。まあ、作っている製品も各社各用で、まあ、従来からパソコン用、 サーバー用として有名な CPU から、まあ、単なる画像処理用と思われていたのがあ AI の主役とな GPU といったお馴染みの半導体から DPU、NIC、あるいは FPGA や ASIC といった、まあか、かなりマニアックな目を持つ半導体まで、えー、様々です。この,辺りのあたりの様々な半導体の種類については、また他の動画で近々、えー、ご紹介する予定です。 また、NVIDIA は GPU の会社と一般に言われますが、その GPU を駆動するために専用の CPU も作っています。それも ARM アーキテクチャを使っています。AMD は最も幅広くロジックチップを作っている会社とも言えます。まあ、CPU も GPU も当たり前ですけども、FPGA と呼ばれる半導体や、あのソニーのプレイステーションとかマイクロソフトの XBOX など、まあ、ロジックチップも AMD が作っています。 一方の Qualcom はもと携帯電話の CPU から始まったということもありますが、モバイルデバイス向けのシステムオンチップを提供して、5G 技術やモデム技術まで通信関連に強みを発揮しています。また、あの先月から発売になった CorePilot Plus PC は現状、Qualcom のスナップドラゴンだけが独占している状態です。 まあ重要なポイントとして、実はここに挙げた会社は全て基本的に論理回路とかロジックチップと言われるものを手掛けている会社で、まあ、D ラムや何度といったメモリー半導体の会社はまた別になるということですね。マイクロンテクノロジーはあの最近 n v i d i a の GPU 向け抗体域メモリー HBM を作っていることから、まあ、AI 半導体企業にくくられることが多いんですけども、基本はあれはメモリー半導体の会社です。まあ、そしていよいよ ARM ですね。 ARM もよく半導体企業とくくられますけども、それはかなり広い意味で捉えて半導体企業と言ってると言えるでしょう。まあ、なぜなら、そのビジネスモデルはあのライセンスモデルと呼ばれるもので、まあ、自社で CPU などの半導体は製造する。ロジックプロセッサーの回路設計を他の企業にライセンス供与する会社だからです。ARM の設計を買った企業は、まあ、その設計をもとに独自のチップを製造します。まあ、例えば、クアルコムやアップルがその代表的な企業と言います。 ARM はそのライセンス料とロイヤリティ収入を主な収益源としています。基本的に ARM の設計が活かされるのはロジックチップの中でも汎用処理を行う CPU は ASIC と呼ばれるロジックチップで、並列処理の GPU はもちろんメモリー半導体には使いません。 またパソコン市場では、長年実質的デファクトスタンダードとなっていた、インテルアーキテクチャとは異なるアーキテクチャを開発しています。これがいわゆる ARM アーキテクチャと呼ばれるもので、モバイルデバイスや IoT デバイスに適しており、まあ、エネルギー効率が高いのが特徴となります。まあ、なので、スマートフォンやタブレット、スマートウォッチなど多くのモバイルデバイスの分野で、ARM アーキテクチャがデファクトスタンダードとなっています。 車のインフォテイメントシステムなどもアームアーキテクチャが多いです。まあ、なぜなら、あのクワルコムの半導体を使っている例があ多いからですね。 ビジネスモデルの基本的な違いについてまとめると、アームは半導体設計のライセンス共有に特化して、まあ、製造は他社に任せるのに対し、他の4社は自社で設計を行い、製造はファンドリーに出す委託するか、もしくは自社で製造まで行うというのが大きな違いです。収益モデルにおいても、アームはライセンス料とロイヤリー収入が主である一方、他の企業は半導体製品の販売収益が主となるのが大きな違いです。 と、ここまでの説明だと、まあおそらくまだアームのビジネスモデルについても誤解が残りそうです。 えまた、アームのライセンスを買ってファンダリーに製造委託しているクワルコムなどは、ならば何やってるんだという疑問も生まれそうなので、半導体の設計プロセスについて、後半の,あのフォトマスクを作る段階、つまり、ウェハープロセスに入る前の製造準備の前の段階までを簡単にまとめた。といってもですね、すでにあの専門用語が多くて、チンプンカンプンかもしれませんけども、まとめたのがこのスライドです。 上段の左から右に6つのプロセスを踏んで、半導体の設計が進みます。まあ、下の段にはその各プロセスとアームの関わり合いを説明してあります。つまり、アームがライセンスで販売しているのは、この上段の2つ目と3つ目のプロセスに関わる部分、まあ、つまりアーキテクチャ設計とマイクロアーキテクチャ設計の部分だということが基本形になります。 要は、あの、命令セットに関わる部分なんですが、まあ、一言で半導体の設計といっても、まあ、いろんな段階があるんだな、ということを知っていただければ十分かと思います。 また、半導体の設計から製造までというと、まあ、本当はこの6つのステップの後に、先ほどの製造準備という、まあ、完成した物理設計をもとに、フォトマスクを作成して、まあ、製造プロセスに必要なデータを準備するプロセスがあって、まあ、やっとそこからあのウェハープロセスが始まって、実際の半導体製造工程が続くんですね。まあ、そこであのシリコンウェハー状に回路が形成されて、チップが切り出されると多いうわけです。 逆に言えば、半導体製造装置が関わる部分というのは、その部分だけだということでもあります。そして、テストとパッケージングのプロセスといって、製造されたチップをテストして、動作確認が行われます。その後、パッケージをされ、もう一度テストされて、最終製品として出荷されるといった感じですね。 まあ、つまり大きく分けて9つのプロセスがあるわけですが、その中の命令セットに関わる設計プロセスの部分、まあ、それをライセンスしているのが ARM ということになります。この命令セットのことを英語では ISA、インストラクションセットアーキテクチャーというので、ARM 独自の命令セットを ARM アーキテクチャーというふうに呼びます。 これはあのコンピューターのプロセッサーが実行できる命令セットのこと、それらの命令の形式及び動作を定義したもので、インテルなどが使っているうっぺけ86アーキテクチャことインテルアーキテクチャですね、とはこの命令の仕方が違うということになります。 これはその命令セット、あのインストラクションセットアーキテクチャについて、まあ、インテルなどの PK86 アーキテクチャと ARM ア,アーキテクチャの違いを、まあ、どうやったら上手に分かりやすく説明する方法があるかなということで、まあ、知恵を絞った結果の例え話というふうに思っていただきたいんですが、まあ、PK86 アーキテクチャ、つまりインテルアーキテクチャ、まあ、86ですからスポーツカーに例え、ARM、まあ、ア,アーキテクチャをエコカーに例えて整理してみました。まず、PK86 アーキテクチャは高性能でパワーが売りですからスポーツカーとします。 スポーツカーは高いパワーとスピードを誇り、まあ、短時間で大きな力を発揮することができます。まあ、だから用途は今までデスクトップ PC やサーバーとされてきましたね。まあ、スポーツカーは当然あのパワフルでスピードが要求される状況でその進化を発揮するので、まあ、レースや高速道路での走行に適しています。一方のアームアーキテクチャは、まあ、燃費の良さ、エネルギー効率の良さからエコカーに例えます。エコカーは燃費が良くてガソリンの消費が少ないため、まあ、長距離を走ることができます。 まあだからモバイルデバイスや組み込むシステムに向いています。つまり、イメージはエコカーは軽量で小回りが利くので、まあ、都市部での移動に便利で、まあ、日常の通勤や買い物など、普通使いに適しているというふうに言えます。でも、最近はエコカーもハイブリッドカーや電気乗車の登場で、まあ、従来のエコカーよりも高性能になってきました。 まあ、そしてエコカーがスポーツカーに匹敵する性能を持つようになって、まあ、一部の用途ではスポーツカーと競合することが増えてきたというのが、p k ア8 6アーキテクチャをスポーツカー、ARM ア,アーキテクチャをエコカーに例えてみた話です。まあ、ご理解の一助になればというふうに思います。えー、そしてもう一つ、ARM の技術が高く評価されると、当然にして誰もが想像、えー、するのが、ARM が GPU 設計を担えるのではと、つまり、ARM が NVIDIA の画城を脅かすのではということです。 まあそれも当然な疑問だと思いますが、まあ、実際には ARM が GPU の設計を担うには、ここに挙げたようないくつかの技術的参入障壁が存在します。これらの参入障壁は GPU の設計に必要な専門知識や技術的要件、まあ、競争環境などによって決定されますけれども、まあ、その主要な障壁について詳しく見たのがこのスライドです。それはまず GPU の設計には並列処理、えー、グラフィックレンダリング、えー、機械学習などに関する高度な専門知識が必要です。 ARM は CPU 設計では豊富な経験がありますけれども、GPU は異なる設計パラダイムと要件を持っています。また、GPU の設計は CPU と異なり、非常に高い並列処理能力とメモリー帯域幅の効率的な利用が求められるので、これには特定なアーキテクチャ設計が必要となります。また、高性能な GPU の設計と開発には、まあ、巨額の研究開発費が必要です。ARM、まあ、が GPU 市場に参入するためには、まあ、これらの投資を確保して、まあ、長期的な開発を続ける必要があります。 そしてもちろん GPU 市場は非常に競争が激しくて NVIDIA や AMD などの既存プレイヤーが圧倒的な市場シェアと技術的優位性を持っていますので、まあ、新規参入者が市場でシェアを獲得するためには、まあ、既存の製品よりも明確に優れた性能やコスト効率を提供する必要があると思われます。まあ、それは事実上不可能かというふうな話です。そうした意味でも前回の動画でお伝えした通り ARM は NVIDIA などと共存共有を目指すのが最良の策ということになるかと思います。 ということで、今回もご参考までに7月12日の時間で計算した予想 PR の表を添付しておきます。ということで、今回はここまでとさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。また、あのコメントなどもよろしくお願いします。すべて目を通させていただいて次回以降に反映させたいと思っています。最後までご視聴ありがとうございました。